ありがとうございます。お疲れさん、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。もう場内のファンもすごく喜んでいました。嬉しいですね。準決勝の段階でちょっと地元が一人になってしまって、大塚さんにかかる期待なおさら大きかったと思うんですが、しっかりそれに応えて。まあそうですね、昨日安藤君落車してちょっと複雑の思いで準決勝迎えたんですけど、怪我も多かったんですけれども、今年から少し後半戦 G1 出て、そこでも存在感放って、だいぶ大塚さんらしさが戻ってきたように見えたんですが。まあ、そうですね、G1 の空気吸えたことが自分の自信と足に勝つか入ったと思います。別府記念は大塚さんにとって今年一番のイベントだったと思うんですが、あと1日になりました。そうですね、重ねてきたことを明日も全て出したと思います。決勝頑張ってください。ありがとうございます。